タルボットはアメリカ海軍のミサイルフリーゲート、ブルック級ミサイルフリーゲートの4番艦。艦名はサイラス・タルボットにちなむ。その名を持つ艦としては3隻目。タルボットは1964年5月4日にメインシューバスのバス鉄工所で寄港した。1966年1月6日にフランシス・ケイ・タルボットによって命名浸水し、 1967年4月22日に、艦長エドウィン・イーウッズ・ジュニア中佐の指揮下収益した。7月8日、タルボットは、バージニア州ハンプトンローズを出港し、プエルトリコでの成長及びミサイル攻備に向かった。続いて、北に向かい、9月16日に、母校のロードアイランド州ニューポートに到着する。10月16日から11月18日まで、 バージニア岬沖で特別任務に従事し、翌年の春まで成長後の信頼性試験が行われた。4月後半に大西洋試験会域での砲撃演習及び対戦演習を行った後、タルボットは5月に事故を起こした原子力潜水艦スコーピオンの捜索に加わった。その年の残りは大西洋岸及びカリブ海での作戦活動に費やされた。 1969年1月31日、タルボットはニューポートを出港し、地中海での第6艦隊との任務に向かう。7月11日に帰還、ボストン海軍交渉でオーバーホールが行われ、作業は1970年4月1日に完了した。沿岸での活動に従事した後、5月にプエルトリコ沖のミサイル試験場に向かい兵装試験を行った。その後、 ニューポートで回復訓練を行い、1970年10月28日に地中海に向けて出航、2度目の第6艦隊配備に就く。配備は1971年5月2日にニューポートで完了し、その年の残りは東海岸での活動に従事した。タルボットは1972年の前半をバハマ諸島沖及び、 ニューイングランド沿岸でのマーク48魚雷の試験に費やした。7月21日にニューポートを出港し、ファラガット、ホレスト・シャーマンと共にプエルトリコのルーズベルトローズ海軍基地に向かった。同地で26日にレモラが加わり、部隊は南米大陸を就航する間に南米7カ国の海軍艦艇と共に共同の作戦活動を行った。タルボットは ベネズエラ、ブラジル、ウルグアイ、アルゼンチン、チリ、ペルー、パナマウンガ地帯、コロンビアを訪問し、1972年12月3日にニューポートに帰還した。1973年2月15日に、ボストン海軍造船所に入居し、オーバーホールは12月14日まで続けられた。1974年1月5日、タルボットはニューポートを出港し新たな母校の、 バージニア州ノーフォークに向かった。2月13日から4月29日まで、フロリダ州ジャックソンビル、グアンタナモアン、キューバ、プエルトリコのビエケスト沖で訓練を行う。5月にニューポートへ巡航を行い、6月17日にノーフォーク海軍造船所に入居、オートメラーラマーク 75-76mm 速射砲及びマーク92火器管制システムの試作品が装備された。 同砲及び各機完成システムは、オリバー・ハザード・ペリー級、ミサイル・フリゲート、ペガサス級ミサイル艇で用いられるものであった。タルボットは10月21日にハンプトン・ローズを出港し、11月12日から12月19日までクレブラ島沖の大西洋艦隊試験会域で新兵装の試験を行った。評価作業は1975年まで続き、 クレブラ島沖での試験作業、バージニア岬沖での活動及び西大西洋での艦隊訓練の3種の活動を交互に行った。評価作業が完了すると、タルボットは6月22日にノーホークに帰還した。検査及び沿岸での活動後、9月15日にノーホーク海軍造船所に入居。 3ヶ月のオーバーホールが行われマーク 75-76mm 速射砲は取り外され、通常の38口径5インチ砲と下記完成システムが取り付けられた。オーバーホールと回復訓練を1976年の春に完了し、タルボットは6月22日にノーホークを出港、地中海配備に向かった。6ヶ月の配備には、 NATO の演習及び様々な公安訪問が含まれ、タルボットは1977年1月10日にノーホークに帰還した。配備後の検査及び維持作業の後、東海岸沿いの訓練活動を行い、その後1月9日にフィラデルフィア海軍造船所でオーバーホールが行われた。作業は1978年4月7日に完了し、 その後は回復訓練と東海岸及びカリブ海での艦隊演習にその年を費やした。12月6日に出港、イラン革命に伴って緊張の高まる中東へ向かった。1978年の年末をタルボットはペルシャ湾で過ごした。タルボットは1989年4月にパキスタンに売却された。パキスタン海軍ではフナインの艦名で収益した。 その後シンガポールでアメリカ合衆国に返還され、1993年11月29日に除籍された。タルボットは1994年3月29日にスクラップとして60万1650ドルで取る社、インベストメンツ株式会社に売却された。ありがとうございます。